俳句鑑賞に中村与謝夫。西口で買ったスイカを北口へ。上田真嗣。その日は炎天下で、水道かガスの工事が行われていて、工事中の皆は全身に汗をかき、目もうつろに見えた。すると中の若い一人が先輩に何か頼まれたらしく、近くの青果店の前に歩いてきた。筆者は郵便の配達途上、同じ店に書き留めがあって寄り、彼らをしばらく見ていた。その彼は、店に着くなり、汗の千円札を数枚渡し、スイカを買うから切ってほしい、と言った。当日は、クラクラするほど、照りつける日で、店のおばさんが切るスイカの赤が油絵の具のように異様に赤い。しかも実にうまそうなのだ。切ったスイカはバットに並べ、工事現場に運ばれていった。ケイク、都市生活の断面に潜む、人を食ったような死を軽くすくい取った手腕が鋭い。西から北へ運ばれるベクトルは本来無意味なはずだが、アフリカ原産のスイカが球形や楕円形などのたくさんの種類に分かれて伝播した道筋に重なって見えてきたりする。読んでいて楽しくなる。西口で買ったスイカを北口へ。上田真嗣。